第一節チベットの使者の者書仏教では人間は輪廻転生すると説きますすなわち人間の生命体の核になる部分は不死であり生まれ変わりを繰り返すというのです人間は輪廻転生を繰り返しながらさまざまな経験を積み重ねますその間に自ら気づいて悟りを求めて修行する人はいつかは 悟りの境地に達することができると説かれていますこの悟りの境地を涅槃と言います仏教の究極の目的は悟りを開いて涅槃の境地に到達することなのです驚いたことに仏教ではどのように死んで生まれ変わるのかについて詳細に述べた文献が存在するのですこれがチベット密教に伝わるチベットの使者の書で 別名、ルルドソドソです。チベットはヒマラヤ山脈の北の高原地帯で現在は中華人民共和国チベット自治区となっていますチベットではインドで滅びた仏教が現代も生き残っており独特の発展を遂げてチベット密教ラマ教として伝えられていますラマ教の教祖であるダライラマは活物活物すなわち生きた仏と呼ばれています ダライラマが亡くなるとその魂はチベットのどこかの新生児に転生すると考えられています。ですからダライラマの死後チベット中でダライラマの魂が転生した新生児が創作されて見つけ出され新しいダライラマに任命されるのです。現在のダライラマ14世はチベットが中国共産党の人民解放軍に侵略されて以来 インドに亡命しています。中国のチベット侵略によって多くの民衆やラマ教僧が殺害され数多くのラマ教寺院が破壊されたチベットではチベット密教はかなりの打撃を受けダライラマ14世をはじめ多くのラマ僧がインドに亡命しましたこれは不幸な事件でしたが逆に 神秘な教えを伝えるチベット密教が世界的に広まる元とになったのです。チベットの死者の書もチベット密教の文献の一つです。チベットの死者の書は人間の死後の世界を解くと同時にいかにして悟りの世界に至るかの方法論を解いています。その内容は悲壮家や科学者が頭の中で理屈をこね回して考えついた理論ではなく、 チベット密教の修行者が、ヨーガの技法で瞑想し、中陰といわれる深層心理の、さらに奥に埋没した死後の世界に分け入り、そこから再び蘇ってきた修行中の体験を元にしたものなのです。最近で有輪死体験に近い状態を体験した、ラマ教僧の実際の体験を元にしているのです。チベットの死者の書によれば、人間は死ぬと、 その存在がすべて消滅するのではなく霊魂となって肉体を去り別の次元の世界に到達しますこの別の次元の世界すなわち死の瞬間から最誕生へと転生していく存在の中間状態を中陰または中バルドと呼び49日間であると説かれています生と死の中間状態である中バルドでは 死者の霊魂に対しててな現象が起こってきますすなわちいろいろな不可思議なものが見えたり怪奇な存在が死者の霊魂に近づいてきたりするのです人間は生きている間に偉大な同志から仏教チベット密教の教えを受け死後の世界について学び死後の導きに対して普段から実習しておく必要があります そうすれば死の瞬間にまぶしく輝くクリアーライトと呼ばれる永遠の生命の光に溶け込んで輪廻転生を繰り返すことのない悟りの世界である涅槃の境地に到達することができるのです。これを解放を与える天ウボポアと言います。生前に偉大な教えを受けられなかったものや教えを受けていても。 ぼアの技法を習得できなかった者が臨終を迎えた時死者の霊魂に対して呼びかけることができる能力を持つ同士が死者の耳元で読んで聞かせるのがチベットの死者の書です死者の魂はこの教えを聞き死後の世界についての導きを得るのです